気象庁は今日九州南部、東海、関東甲信が梅雨明けしたとみられると発表しました。このうち関東では観測史上最も早い梅雨明けとなりました。今日全国で最も暑くなったのは栃木県佐野市で最高気温39.8度を記録しました。東京都心でも35度を超え6月としては初めて。 3日日連続の猛暑日となりました東京消防庁によりますと都内ではきょう男女80人が熱中症の疑いで病院に搬送されたということです。